はい、じゃ、今日は、えー、見せたいテンション、さしこちゃんですね。これ、先週紹介、どうぞ。はい。えっ、ー、と、わらべすくさんの。はい。りっさん。りっかさん。さんっては、数字の三ですね。はい。なに、誰々さんじゃなくて。りっか、数字の三ってことね。りっかは、六の花ね。六の花,六の花の、りっかの三っていう。やつですね。はい。わらべすくさん。で。糸は。糸が。 えー、津軽工房社さんのメデル糸、うんえー、5106そのパターンが最近多い気がしますねあ,あそうですね蕨靴さんと津軽工房,社さ,ん軽工房社さんのパターンが天守的にはピンときてる感じ、ね、はい、はい、これどうですか綺麗ですね,裏ですねやっぱ、えっと、2本使えば<ら> 2>, 2本,日本じゃ足りないです、ね、メデルだったら2本ぐらい使うで、はいはい 裏も綺麗なんですよ。ほらね、どうですか。ちょっと引いてみた方がわかるかな。あ、あ、そうですね。引いてみた方がね。のこうできる。これ裏ですよ。はい、表もこうね。引いてみた方が綺麗さが伝わるかな。あ,そうかなあの色がグラデーションなんでね。はい、ちょっとこう。いいですね。難しかった。そうですね、うん。そうですね。そうですね難しかなかった。は、まあ。 はね、こう斜めとかが多いので、時間はかかりますけど、うん。時間かかるけども、すぐな感じだよね、店主に。店主の手にかかれば。っずっとさしてるから。<laughs> <laughs> ずっとさしてるからよ。はい、その上手っていう意味で言ってないですよ。<ー>もうずっとさしてるから、すぐですね <laughs> っていう、そ,ういうそ,そっち、で言ってますよ。すようん、上手、まあ、上手ですよ、上手ですけど。<laughs> 店主にかかるともう、ずっとさしてるから、すぐですね。 端折りすぎましたね、途中をね。この柄は、まあ、と少しは。あったと思います。あ、ある、ある。お店ね。ちょっと前に。とって。なんだっけな、あれは。姫路音。姫オンね。あれは、置いてないって言ってたね。あ、そう、あれは。あれも、このパターンでしたよ、あの。ワラビスクさんと、メデル。の。感じでしたね。はい、じゃ、あ今日は。 えーと、ワラビスクさんの立下3ですね3は数字の3を差し終わりましたということです参考にしてみてくださいまた差してみたいという方はぜひお問い合わせいただけると嬉しいですよろしくお願いします